おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。先日、木枯らしを収録しました。その動画はもう上がってると思いますが、約1年間ぐらい練習をして、まぁ、ちょこちょこ練習して、やめてはちょこちょこ練習してっていう感じで、まぁ、やっと収録に、まぁ、行き着いたっていう感じなんですけども、実際何時間僕はかかったのかについて考えていきたいなと思います。僕、と計算したところ、100時間は行ってませんでした。で、まあ大体やってた練習としては、1日10分とかを弾けないところさらったりとかして、隅が悪いなと思ったら1時間ガーって練習したりとかっていうのを、ちょこちょこ繰り返してはやめてっていうので、まあ約1年間やってきました。で、まあ譜読みからある程度弾けるようになるまでには結構早かったのですが、収録しようとか、やっぱ突き詰めてめちゃくちゃね、自分の求めたテンポで弾こうと思うと、やっぱどうしても、弾けないところがかなり目立ってきてしまって、やっぱ通そうとなるとね、もうやっぱ厳しかったです。めちゃくちゃ僕としてはなんか今まで挑戦した曲の中で結構弾きにくかったですね。最初、譜読みが終わった後は、あ、これいけんじゃねとか思ってたんですけども、突き詰めれば突き詰めるほど弾けなくなりました。で、まあその中で何時間かかったのかと、今日はこの曲を挑戦するときのワンポイントアドバイスみたいな感じで、伝えれたらなと思います。まず、僕が計算したところ、だいたい90時間は行ってなくて、本当に100時間行ってないって言ったんやけど、本当に87時間、8時間ぐらいでしたね。まあ、それざっと計算したので、許してください。まあ、皆さん87時間ぐらいだったら、じゃあ、1日8時間を11日間ぐらい本気で練習したら、木枯らし弾けんじゃねっていうね、疑問があると思います。まあ、そのような突き詰め方っていうのは、まあ、僕には無理でして、まあ、だらだらと続けたっていうわけです。もちろん、87時間弾けば、弾ける可能性はあるんですけど、大体の方は途中で、手が疲れちゃいます。ショパンエチュードを1日8時間も練習すると、多分体がぶっ壊れます。これは、ショパンエチュードを弾いたことある方ならすごいわかると思うんですけども、やっぱり、1日8時間木枯らしを弾いてみろと言われたらさすがに僕はもう拒絶したいです。っていうのはショパンエチュードって大体3分2分の曲が多いんですけども、その中にすごい動きが詰まってます。シャ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 っていうね。その詰まってるものを1日8時間もやってしまうと、多分音符が多すぎて発狂してしまう方がたくさん出てくると思うのですが、まあそんな感じで多分結構不可能に近いんじゃないかなと思います。僕は87時間でできたんだけど、まあ、ショパンの曲とかを結構弾いてたら、こういう木枯らしとか、まあ、アルペジオとか、あとはまあ、10の4とか、まあ、いろんな対局の中にパッセージが入ってます。エチュードの。まあ、だから、まあ、僕はいろんなショパンの曲とかちょこちょこ弾いてきたので、まあ、もしかしたら、自然と木枯らしみたいな部分が弾けてたのかもしれません。木枯らしは僕の中で、トップオブ難しいと認定したいぐらい、まあ、トップではないと思うけど、結構かなり上位レベルで難しいなって思いました。で、まあ、この曲は圧倒的に右手が動くんですけど、メロディーが左手と。このメロディーがずーっと続くんですけど、それを絶やさないように弾くのが圧倒的に難しいなと思いました。ワンポイントアドバイスです。右手のことだけ集中していくと、まあ間違えたけど、このぐらい右手のことばっか集中して弾くと、まあ突き進むことはできるんだけど、圧倒的に歌が足りないってなるんですね。じゃあ例えば左手がメロディーなので、左手を意識する。しかも、右手はそのまま突き進むってなると、こんな感じになります。みたいな感じで昨日出した動画をちょっと見てみてください。で、まあ僕が、
やった練習法をちょっとね、ワンポイントでまとめたいと思います。まず、譜読みをする前に、曲の構成をしっかり頭の中に叩き込みました。そして、まあ、左手がメロディーっていうのが分かったので、左手のメロディーを口ずさめるようにしました。バンババン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 とかいろんなところで出てくる、その例えばね、動くところ。こういうメロディーとかをずーっと左手のメロディーを歌えるように意識して練習しました。で、やっぱ片手ずつっていう練習を結構繰り返しました。特に、例えば難しいところ。右手と両手が動くと難しいところで、左手がこうやって動く部分が、こういう部分が結構難しかったので、まずは右手だけ完璧に弾けるようにしました。今のみたいなところでゆっくりもう一回振り返して右手だけやります、みたいな感じで練習を続けました。もっともっと細かく分けて練習しました。一拍ずつ練習で、リズム練習は今回はあまり取り入れませんでした。こういうリズム練習は今回は取り入れず、みたいな感じで、もう一個一個丁寧に弾きました。木枯らしは結構勢いで弾くのが難しい曲かなって思いました。っていうのも、勢いだけで弾いちゃうと、なんかその圧倒的に右手のこのぐちゃぐちゃってした部分がよくわからなくなってしまいます。ですので、まあ僕はちゃんときちんと、一個ずつ。っていうのを圧倒的に弾ける努力をしました。まあ今日言ったこのワンポイント練習っていうのが、まあいろんなその87時間ぐらいいろんな練習をやってみて分かったことなんですけども、やってはいけない練習はやっぱ通すばっかの練習っていうのは、やっぱ本当になかなか上達しないなっての思いました。弾けるようになってから通した方が絶対に、効率はいいです。で、最後の間違えたけど、これアーモールの、まあこの木枯らしはアーモールって言ってね、まあそういう調整なんですけども、まあこの音階についてはまあアーモールとか、まあいろんな音階弾けるようになっておけば絶対弾けるので、ここはそこまで問題視してませんでした。特に問題視したなっていうのはここら辺ですね。右手と左手がすごい動く、ここら辺とかが難しくて、ここからぐらい結構昨日めっちゃ大変だったね。まあそのぐらい結構苦戦したんですけど、このこうで動く部分で結構ねガチャンって他の音を拾ってしまいます。だから止まる練習をしました。止まらないってことは弾けないってことなんです。なんでかってわかります？車とかでも同じで、ブーンって走っとって、走ることはできても止まれない車ってね怖いじゃん。演奏も同じなんですよ。だけど演奏することができても止まれないってことは制御ができないってことなんで、どうなるかわからないってことなんで、演奏でもきちんと止まってあげる練習をしました。こんな感じで僕は木枯らしを練習したんですけども、検証結果はだいたい87時間ぐらいはまあ必要なんじゃないかなと思います。もしかしたら誤差で100時間いってるかもしれないんですけども、
まあ100時間ぐらいは余裕を持ってほしいかなって思いました。何時間までやったかっていうのがちょっと忘れちゃったので申し訳ないんですけども、まあ100時間は行ってないと思います、確実に。ですので、まあ87時間から100時間の間っていうことで、ご勘弁を。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。よければチャンネル登録お願いいたします。それでは、バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ボスマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。